ゴーカーチャンネル。ボックスの一番得意とするユーティリティ、使いやすさ、そういったところをちょっと見ていきましょう。まず驚くのはですね、このドアの開く角度、これがもうほぼ、90度ぐらいまで開くと思うんですが、なかなかこんなに、まあもちろん横の幅はね必要になってきますけど、広いところでこれぐらい開くというのは、便利なポイントだと思います。ゴーカーチャンネルで最近ずっとやっているシートの高さをちょっと見ていきましょう。地面からだいたいですね、67センチ、もう皆さんもずっとこのゴーカーチャンネルをご覧になられている方は頭に入っているかもしれませんが、60センチから70センチぐらいが一番乗り降りしやすいよというお話をしました。まさに乗り降りしやすいベストな位置ですね。実際に乗り降りしてみましょう。ほとんど私の場合は腰を大きく移動させずにこう乗り降りすることができます。こういったところがやっぱりこの人気の秘訣の一つかなという気もします。で、後ろはスライドドアで、これ実は軽く操作するだけで開くというのが、まあ、今回のこの、NBOX のいいところなんだそうですけれども、もうこうなってくるとちょっと後ろの方は測りにくいんですが、まあ、ちょっと測れるかどうかやってみましょう。後ろはもうちょっと高いですかね、76センチぐらい、ちょっとでもこれ上向いてますからもうちょっと低いかもしれませんが、まあ70センチプラスアルファぐらいだと思います。で、今回この車で、いろいろすごいのはですね、この車にはこの前席のパッセンジャー席のシートがですね、かなり大きくスライドする機能がついています。で、実際どれぐらいスライドするかというと、実際に動かしてみましょうか。ここの前にあるレバーを引きます。そうしますと一番前にするとこんなに いくんですね。で、実はスライドのレバーは前だけではなくてこの後ろにも大きいレバーがついていて、これすごく分かりやすいんですね。で、後ろから引っ張ろうと思えば引っ張れる。で、一番後ろまで行くとこう、ここまで、行くと、こういう風になっているわけです。前後スライド量は570mm、57センチもこう移動するということで、例えばパッセンジャー席を一番後ろにすればですね、ドライバー席のドアが開かないなっていう場合でも楽々こう乗り降りができる。まあ、やってみましょうか。こういう感じで楽々こう移動ができると、こういうわけなんですね。で、降りる場合も、こういう風にしてすぐ出てこられると、こういうのがまず便利なポイントです。で、今度逆にこれを一番前にしてこうすればですね、今度はもうこのヒンジドアが開かないときに、スライドドアだったらそれほど横の幅は出ませんから、後ろから乗って、前の方にこう行くというようなことができるというのも、やっぱりなかなか考えられているので、まあ、こういうところにちゃんとアシストの、グリップがついているというところも、よく考えられているなというふうに感じます。で、まあ、これはグレードによってあるんだそうで、普通の従来型のベンチシート仕様はこういうふうにはならないんですが、今回助手席スーパースライドシートというものに関してはこういった機能ができるというわけです。で、この後ろのレバーでスライドもできるし、リクライニングっていうかこの前に倒すこともできるというような使い勝手っていうのはかなりよく考えられているなというふうに思います。じゃあちょっと前席を私のポジションにして、ちょっとこれは今前へ行き過ぎてますから、まあ私のポジションだと、まあこれぐらいでしょうか。この状態で後席に乗ってみたいと思います。じゃあこのまま後席に座ります。はい、まあもう NBOX のすごいところはこの広さで、ちょっとヘッドレストを出しますが、もうこうなると本当に足が組めるという、まさによくある話なんですが、こういうような形になりまして、膝回り空間どれぐらいあるか、27センチぐらいありますね。27センチもあればもう本当に広々と、ゆったりくつろげるというようなことになっています。で、先ほども言いましたけれども、これをもう一番前まで持っていってしまったらもう
この上ないぐらい、もう足が届きません、これぐらいの広さになるというのもすごいところだと思います。じゃあ今度鉱石がそれほど、広くなくてもいいので、荷物をですね、積みたいという場合にはこの鉱石もスライドをすることができます。このようにして、やればこうスライドができますから、本当にこううまくですね、利用しな、こう全席の位置、鉱石の位置、それから、荷室の広さ、これをそれぞれ、うまく微調整することができるというのもこの N ボックスのいいところだと思います。でまだありまして、まあ、これ今一番後ろにしましたけれども、N ボックスで魅力的なところは、実はこれ初代のフィットから採用しているところなんですけれども、燃料タンクを全席のシートの下に、設置してあります。で、他の車は後席の下とかにあったりするわけですけれども、この車は前席の下にありますから、後席の下が何もありません。で、この後席のところをうまく活用しようということで、これはまあ先代からあるんですが、この座面が上がります。で、ここをこう、ロックしてしまいますと、もうここが広々として、高さが高いものも乗ることができると。いうことで、これどれぐらいの高さのものが乗るかをちょっと測ってみましょう。だいたい140センチ弱ですね。それぐらいの、高さのものも中で乗せることができますから、もっと言うとカタログを見ましたら、小学生のお子さんが中で着替えができてしまうと、そういうようなところまで、考えられていますね。ちなみにこの床の高さは37、8センチですから、本当にお年寄りの方でも乗り降りしやすいというのもいいところだと思います。ちなみにこのチップアップに関しては、右側のシートももちろん上げることができますので、いろいろシートアレンジを考えながらですね、やれば本当にいろんなアレンジメントができるというのも考えられているところです。私も久しぶりにこの軽自動車を見ましたけれど、本当にいろいろよく考えられているなということで、いろいろびっくりがいっぱいの車でございます。豪華チャンネル。はい、この N ボックスにはですね、オプションのハンズフリースライドドアというものがついていましたので、このご紹介もしておきたいと思います。この前席のドアの下のところにちょっとこう三角形のマークがついていますけれども、ここの部分にですね、今これこの車はロックをしている状態で、ロックをしている状態でなんかこう買い物かなんかに行ってですね、両手でなんか抱えてて、ドアが開けにくいよという場合を想定していただければいいんですが、この三角形のところにちょっとこう足をやります。今ピッて音がしましたけれども、そうしますとドアミラーが、ドアロックが開いて、スライドドアが開くと、こういう風になって開けることができるんですね。で、これを閉めるときも実は同じように閉めることができまして、こうちゃんと認識しましたよというピッて音があるのが嬉しいですね。これない車が多いんですが、こうなるともうこれでロックまでされると、こういう形になっています。もう一回開けてみましょう。はい、というふうな機能がついています。で、もう一つこの N ボックスに嬉しいポイントがありまして、ここにですね、サンシェード、ロールサンシェードがついています。で、これが、このようにして引っ張ることができて、引っ掛ければ、はい、日差しを避けることができると。こういったところもいいところだと思いますし、利便性でまだ他にもあるのはですね、よくあるのは、こういうところに、フックがあってですね、最大3キロまでと書いてありますけれども、こういうところにフックがあるのは、よくあるんですが、この N ボックスで一つ感心したのはですね、このアームレストなんですけれども、アームレストのこの、ここの部分に実はこれもフック代わりになっているというところなんですね。で、ここなんか普通はもう、こう、なんていうか、デコボコなしにしてですね、特に肘掛け以外役に立たないんですが、肘掛けのこの、一部分を使ってですね、物を引っ掛けるようにしようと、考えているあたりも、やっぱりこう日常の使い勝手をよく考えている部分だなというふうに思います。それ以外にも物入れがあっちやこっちありますけれども、本当にこう、実用性の高い一台だっていうことがこの N ボックスを見てよく分かることができました。は
はい、車の豆知識をご紹介する車豆のコーナーです。今回はちょっと真面目に、税金のお話をちょっとしたいなと思うんですが、自動車にかかる税金っていうのは本当にこう日本っていうのは多くてですね、まあ、残念といえば残念なんですけれども、なんと全部数えると9つもこの日本には自動車にかかる税金の種類がございます。まあ、全部9つ全部がかかるっていうわけではないんですが、とりあえず9種類もあるというわけなんですね。で、まあ、実際に世界中を見てみてもかなりこの自動車にかけている税金というのは日本は高すぎるというのが盛んに世間一般でも言われております。で、まあ、大きく分けて4つあるものですから、まあ、今回から4つに分けてちょっとご紹介したいと思うんですけれども、まず税金でかかるのはまず車を買うときにかかる税金、それから車っていうのは新車で買えば3年、それ以降は2年ごとにですね車検っていうものがあるんですけれども、その車検の時にかかる税金、それから毎年4月、まあ、新年度がスタートするということで4月にかかる税金っていうのもございます。それから、まあ、私たちは道路を使って、走っているわけですけれども、その走るためにガソリンもしくは軽油という燃料を入れなければ車は走りません。まあ、電気で走る車も最近はあるので、必ずしも、石油燃料というわけではないんですけれども、まあ多くは石油燃料を使って走っているわけですが、その石油給油した時にかかる税金合わせて4つあります。で、この4つの段階でどういった、税金があるかというのを今回からお話しして、まあ、計4回にしたいと思うんですが、まず今回は購入時にかかる税金ですね。車を買う時ですけれども、まず1つ目が自動車取得税という税金です。これは実は地方税に分類されておりまして、都道府県でに持ってかれるという税金です。で、まあ、この取得税に関しては計算方法があって、特に中古車などは結構ややこしいんですけれども、まあ、そういったものがございます。で、もう一つは自動車重量税というもので、これは国税です。これは、まあ、車両の重量によって変わってくるものでして、重たい車であればあるほど、課税まあ、高くなると、そういったものです。購入時にはこの2つがあるんですが、まあ、中古車で古い車になってくると最初に、紹介した取得税というものは、かかってこない車もありますね。まあ、そういう時はぜひ車をご購入の際にいろいろ気にして、ご覧いただければ幸いです。